プログラムですごいね。だいぶ増えてね、はい。あれ今って令和6年、6年ですね。はい。じゃあ先週現地で認知症からのものは少しだけあった。最近そうはまだちょっと崩れてたというところですけど、まあ。A2 番の限定の会は一回やめます。苦いやつ。はい。ただね、これ現地言い訳するわけじゃないけど、落ちきらん子いるんですよ、結構。そうすると、またうんち柔らかい時に調べると出ることもあります。でも結構長めにやってもらったからね、一周。始めたのが、どこで始めた？そうだよね。一周、二周、三周飲んでもらったもんね。とりあえず3週はいなくても飲ませてもらうんですけど、はい、2番はじゃあストップと、はいはい、それでじゃあまたケアしていてください。はい、この子の誕生日が過ぎてるんですか。はい、わかりました。まあその推定5月まで頑張ってくれるといいんですけどね。この時の髪が出てきて、4月の下旬、4月の下旬でした。に生まれたって書いてある。本当、じゃあ4月の下旬だから何日ぐらいでしょうか。間違いし、20日とか。20日ぐらい。はい。はい、じゃあ4月20日の誕生日にしてますね。わかりました。で、今度の時にあの抗腐性治療薬をまたつけさせてくださいね。これ1ヶ月かかるんですかね。はい、じゃあ変わりなかったらまだ1週間ぐらいで。はい、見せてください。では目のケアは絶対いるね。そうですね、あれしないと多分また逆転になってっちゃうから大変なんですけどね。でも上手にやれてると思いますよ。はい、朝やってて、ね、朝見たらまあまあいい感じだったから。はい、じゃあすいません、ありがとうございます。はい、これファイルがないと円に出して、そうすると金額が戻るよね。どうなってるか